テンペスト飛行するテンペストマーク VNV696 号機テンペストはイギリスの放ーカー社が開発しイギリス空軍で運用された戦闘機テンペストとは嵐の位台風運戦闘機の発展型として1943年から量産が開始された第二次世界大戦中のイギリス空軍における最高速機の一つマーク2型は 中引く高度において、全連合軍中で最も高速であった。それまでのイギリス空軍機と比べ、戦闘行動半径は大幅に増加しており、ドイツ奥地へ侵攻して、ドイツ空軍機との戦闘や、地上攻撃に活躍、また、イギリス本土の防空にも参加し、高速を活かして、V1 飛行爆弾の迎撃に活躍した。第二次世界大戦後は、 Z 戦闘機が普及するまでのつなぎとして、改良型が海外に展開する部隊や同盟国の空軍で使用された。当初、台風の改良型として、台風2と称した。急降下時の切りもみ防止のため主翼の手直し、それに伴って燃料タンクの胴体内移設、派生して重心移動による尾翼へ広づけ、主翼前園へラジエーターの移設などが行われた。 1941年10月、航空省から使用書が発行されると、台風マーク2の名で試作機が作られた。しかし、1942年1月に大幅に変更された点が多かったため、テンペストという新しい名が与えられた。また、エンジンに関する問題が耐えなかったため、秀逸な試作機を採用できるように航空省から、 試作機ごとに異なるエンジンを搭載するよう提案された。マーク I2V6 があった。それぞれ空気取り入れ口の形状とエンジンに相違がある。マーク I はネイピア製セイーバー4エンジンを搭載し、ラジエーターとオイルクーラーは量子翼付け根前縁に装備された。マーク I の初飛行は1943年2月24日に行われた。 マーク I はすべてのテンペストの中での最高速度 760km を記録するなど最も高性能であったがセイーバー4エンジンの開発が失敗したため量産されなかった。対日専用のマーク2は空冷のブリストル製戦闘ラス V エンジンを装備することで航続距離の延伸につながったが実戦には間に合わなかった。マーク2は 左主翼付け根前円にキャブレターインテーク、右主翼付け根にオイルクーラーインテークを装備している。マーク V はセーバー2エンジンを搭載し、1943年6月21日に生産が開始された。最初に生産された100機のテンペストマーク V はマーク V シリーズ I と呼ばれた。後に生産された800機のマーク V は、 それまでのイスパノマーク 220mm 機関砲から小型軽量のイスパノマーク V20mm 機関砲に変更し、それまで主翼前縁に突き出していた重心を翼内に収めるなどの回収がなされ、こちらはマーク V シリーズ2と呼ばれた。マーク V は戦後 TTV 標的栄光機としても使用された。マーク6は 少数機生産され熱帯用エアフィルターと搭載エンジンであるセーバー V の高出力に対応した大型のラジエーターマーク k 2と同様の主翼付け根前ン,ン装備のキャブレターインテークとオイルクーラーインテークを持っている。マーク k 6は戦後、キプロス、イラク、エジプトなどに配備された。3は、クリフォン IIB エンジン搭載型。4は、 グリフォン61エンジン搭載型だが製作中止となった。ありがとうございます。